This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。11月30日火曜日、ニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。習近平国家主席は29日、アフリカ連合が定めた目標である来年までにアフリカの人口の 60% が新型コロナワクチンを接種することを達成するため、10億回分のワクチンを中国が追加提供することを発表しました。これは中国アフリカ協力フォーラム第8回閣僚級会議の開幕式で述べられました。習主席は中国が今後アフリカ向けの10の貧困削減農業プロジェクトを実施して500人の農業専門家を派遣すること、中国国内に現代農業技術の交流や研修のための中国アフリカ合同センターを設立すること、中国の機関や企業によるアフリカの農業発展や貧困削減のモデル事業の立ち上げを奨励することを明らかにしました。外交部の汪文斌報道官は29日に開かれた定例記者会見で、北京冬季オリンピックは世界の選手やウィンタースポーツ愛好者のための大会であり、政治ショーや政治問題の舞台ではないと述べました。一部の西側の国が北京冬季オリンピックの外交的ボイコットを検討しているとの報道を受けて、汪報道官は大会の成功には冬季オリンピックファミリー共同の努力が必要であり、ごく一部の国の政府関係者の出席や欠席に左右されるものではない。またオリンピック規則では各国要人の出席はそれぞれの国のオリンピック委員会の招待によるものだと指摘しました。国家エネルギー局の29日の発表によりますと、中国の風力発電の設備容量は3億15万キロワットに達し、2016年末と比べて倍増したということです。昨年末時点の EU 欧州連合とアメリカの風力発電の設備容量に比べると、中国は EU の 1.4 倍、アメリカの 2.6 倍で12年連続で世界一となっています。中国では現時点で風力発電の設備容量は発電設備容量全体のおよそ 13% で、発電量は社会全体の電力使用量のおよそ 7.5% となっています。中国は現在10億キロワット級の風力発電設備やコア部品の自主開発と製造能力を持ち、中国製の風力発電機の世界におけるシェアは3分の2以上に上っているということです。来年2月に開催される北京冬季オリンピックの開催状況を想定した総合予行演習が28日、北京冬季オリンピック組織委員会運行指揮部で行われました。この予行演習はオリンピックの開催準備に必要なことの一環として、試合が集中する1日を想定して、その日の試合運営などをテストするものです。今回の演習は北京、延慶、張家口の3つの競技エリア、9つの競技会場で、午前9時5分から午後11時25分までに合計20余りの試合が行われる来年2月7日の開催状況を想定したもので、発生する可能性のある機器の故障や選手の負傷、交通事故など19のシナリオについてシミュレーションを行い、実際に想定される動きを確認しました。中国の研究チームは、北京冬季オリンピック・パラリンピックの観客が屋外でも暖かく観戦できるように自動的に加熱する服や座布団の開発を進めています。雪の上の競技は強い風を伴い氷点下20度まで下がる山間部で行われるのが一般的です。中国の清華大学の研究チームが開発した服はスマートフォンのアプリで管理でき、体の異なる部分を設定された温度で温めることができます。また屋外の観客席に置かれる座布団は短い時間で加熱でき、表面温度は40度以上に達するということです。
スキー発祥の地として世界的に認められている中国北西部新疆ウイグル自治区のアルタイ地区では、今も伝統的なスキー道具が使われています。アルタイ地区では2005年ある洞窟の中で狩猟のためにスキーをしている人間の様子を描いた壁画が発見されました。今から1万年以上も前の旧石器時代に描かれたものとみられ、アルタイ地区は世界で最も古くからスキーが行われている地域と認められました。現地の人々は遠い昔の伝統を守り、松の木や馬の毛皮などで作られたスキー板を今でも使っています。この伝統的なスキー板は滑らずに坂を登ることができるのが最大の特徴です。スキー発祥の地アルタイ地区は雪が降る季節が長く雪質も良いため、中国のスキー愛好家に人気の場所となっています。以上ニュースをお伝えしました。この時間のニュース担当星でした。